トゥルルルルトゥトゥルルルお、日本人ですよ、皆さん、これ。始まってますかね、これ、みんな。トゥルルルトゥトゥルトゥトゥルルトゥルトゥルルイントロフ。トゥルトゥルルパッ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 パということで、ヤシココです。あ、骨氷と申します。今のはどっちバージョン？久保田咲？それとも、宮地？久保田咲でしょ。ああ、よかった。もう。宮本宮地のカバーバージョンじゃないのね。はい。はい、ということで、怒りです。あ、怒り。怒ったことを、なんか急に言うらしいです。はい。違法人歌ってくれると思ったのに。ということでね、ああ、確かにの方がいいのかな、これ。どっちでも、僕がいいです。僕はその怒りを今持ち越してるんで、早く言いたい怒りを。RG みて、はい。はい、僕埼玉に住んでるっていうことを言ってるので、すごいもう名指しで言っちゃうんですけど、はい。この間、友達とご飯に行くっていう形で夜ご飯に行くんですけど、トンデンに。トンデンには行ってないけど、でも、その前に午前中に予定があったんですよ。ちょっと外に出なきゃいけない。うん。で、そっからもう6時間以上間があって。おぉ。で、僕その一回外出たら帰るってもう一回行くっていうのは嫌な人なので。わかるー。普通に僕駅から遠いので家までが。うん。それもあるし、うん、その一回スイッチオフになっちゃうと付け直すのが嫌すぎて。一回寝ないともう無理だよね。そう。だから、うん、こうなんか時間潰せないかなって言ってうろちょろしてたんですけど、で、はい、なんかちょっとなんか本当にフラフラしてたら時間半分くらい過ぎたんですけど、もう残りはもう無理だって、暑いしってなって、で、ちょうどですね、埼玉新都心っていう駅の国運っていうその商業施設を徘徊してたんですよ。国運？そう。国運123ってあるんですけど。はぁ。まあ、なんでもあるっていうその駅から直結したショッピングモールだと思ってください。で、その中に映画館が入ってるんですよ。で、ちょっとその映画館とかで、ああ、なんか、ふとフラッと映画見てもいいなと思って。うん、で、映画館行ってやるやつとか見たら、ちょうど、あと、10分後に放映が開始されて、うん、終わりが、ちょうどその、集合場所まで出ればぴったりくらいの映画があったんですね。やったやん。そう。劇場版の、ヒロアカを、見たいとも思ってたので、ああ、全部ちょうどよかったんですよ。まとまりがね。うん、で、ああ、いいかもなぁと思って、10分あるし、全然いいかもと思って、その当日券を買おうとしたら、肩を叩かれたんですよ。はい、で、肩叩かれて、えって思って。そういうの多すぎ。で、他人か関わりすぎ。そしたら女性が立ってたんですよ。ニコニコした。はい、で、すいません、なんか、どの映画見るとかってもうお決まりで、なんか今からチケット買われるんですかって言われて、うん、で、そうですね。まあ、ちょっと時間潰しで見ようかな。ちなみに何ですかって言って。まあ、ヒロアカ見ようかなって。ヒロアカ面白いですよ。私ももう見てますって言われて。あ、なんかこれ来るなと思って。いや、じゃないとおかしいもんね。うん、で、でも、まだチケット買われてないってことで、ただ、今なら、無料で映画が見れちゃうんですよって言われて。なんだ、Unext とか、なんだで、え？って思って。はあ、なんだろう。はあ、って言って。で、今、ま、あと10分あるんで、全然、大丈夫なんでって言われて、後ろの方、そのロビーの後ろの方に連れてかれて、なんでついてちゃう？もう、お姉さんがめちゃくちゃ強引だったんですよ。僕は、全然良かったんですけど、はい。なんかもうすごい、言ってくるから、まあ、いっか、と思って。あら。で、ついてったら、くるっと振り返ったらですね、ユーネクストの、ジャンパーを着た、ほら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 、さんが、来た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 ！で、ユーネクストの端末の前に連れてかれて、うん。で、いきなりヘッドセットを渡されて、エッチな ASMR 聞かされるよ。ちょっと。そしたら、端末上におっさんが出てきて、え？で、そのおっさんがですね。おっさんの ASMR 耳なめ音声が。映像いらないね、そしたら。目の前で、部長部長、バイノーラルマイクにやるのはいらなくて、うん、そのおっさんが、Unext に加入するという説明をですね、うん、
うん、延々とされたんですね。はあ、で、どういうこと？おっさんにされたってこと？そう、その、つながったおじさんに。目の前のそのお姉さんは？目の前のお姉さんは、そこの端末に案内したら、また別のターゲットに肩を叩きに行って、すごいな、システマチックだもん。っていうのをやってて、で、まあ、僕は、まあ、知ってたんですよ。正直、その、さっき、骨氷さんが、Unext かって言ったみたいに、Unext が、それを、うん、まあ、案内することもあるっていうのを知ってるし、その無料の実態は毎月配ってるポイントで、そのポイントを映画のチケットに変えられるから、月額2,200〜2,300円だと思うんですけど、そのうちの、まあ、映画1本分は、まあ、その、無料みたいなもんだからみたいな言い回しをしてるっていう人たちはよく見るので、まあ、それかと。で、まあ、捕まっちゃったもんなっていう自分の中では。うん、で、かつ、別にこれまで契約も本当にしてないので、うん、まあ、いっか、と思って。なんかこういう。初月無料？そう、初月無料のやつやってもいいかって思ったんですけど。はいはいはい。で、まあ、最初になんか要項みたいなのされて、すぐ解約したら金かかりますって書いてあって、まあ、それそうだよな、みたいな、まあまあまあ。で、まあ、10日以上の契約どうたら、みたいなって、そこだけ覚えといて、っていうのはいいんですけど、うんうん、僕が怒ってるのは、うん、段取りが悪すぎるんですよ。はあ、僕は、1時間後の、なんかの映画を見たいんじゃなくて、10分後に始まるヒロアカを見たいって言ってるのよ、最初から。そうね。そう。うん、で、まあ、10分後から始まったとしても、そこから始まるのは、まあ、番宣というか広告というか、だから、実際、ちょっとから猶予あるじゃないですか。うん、で、まあ、それも分かった前提で、まあ、こういうので、まあ、この時間のヒロアカを見たいって言ってて、長くはかかんないだろうって思ったんですよ。うん、で、やったら、なんか、めちゃくちゃ、その、テンポが悪くて、おじさんの。いや、おじさんってリアルタイムな、マジで。あ、そう、リアルタイム、リアルタイム。リアルタイムで、どっかのオフィスから、繋いでて、で、まずは Unext とはこういうものですと。で、まあ、こういうこともできるし、こういうこともできる、みたいな。でも、これはまあ、聞いてあげないといけないものかなと思ったんですよ。さすがに、その、なんだろう。説明をしないと、後からね、聞いてないみたいな、こっちが言うこともできちゃうから、まあ、そんくらい聞いてやるかって思って、その時点で、開演時間残り5分とか。いや、もう行った方がいいよ。すいません。回るで言って。で、いざ、じゃ、なんかその、やりましょうみたいになったら、普通にその会員登録しちゃダメですと。我々が案内するやり方で登録をしなきゃいけないですっていうのも完璧に向こうの、あれですけど、うんうん、で、なんかそしたら、じゃあ画面に QR コード出すんでお待ちくださいみたいになったら、全然 QR コードがその画面共有みたいにされなくて。は？で、なんか1分くらいそれでまず使うの。うん、で、私も、でもだからといって早くしてくださいとも言えないので、うん、はぁ、みたいな感じで、うん、割って読み込んで、で、なんかもう僕はもう全部その、Chrome に読み込ませるデータすぐ出して、もう向こうが喋ったらね、こっちは全部終わらして、はい、みたいな、やってるんですけど、それが良くなかった。いや、そんなことはないと思うんですけど、向こうのその案内が追いつこないで、こっちがどれくらい早くやっても。ね、で、なんか、もたして、で、ようやく登録終わりましたって、いきなりもう開演時間過ぎてるんですよ。ちょっと。で、まだ、抜け出しゃいいのに。で、まだ広告くらいなんですよ。はいはい。で、一番最悪だったのは、じゃあこれで終了ですと。なので、はい、じゃあこれでチケット買ってください。っていう感じなんですけど、その、最初に声をかけた、その、スタッフに、終わりましたって言って、その人から、なんだ、無料で買える、一連の流れが書いた紙をもらってくださいって言われたんですよ。あ、で、終わりましたって言って、もう僕はヘッドセット置いて、おじさんもとは終了したんですけど、うん、その、現場にいた Unext のスタッフ一人しかいなくて、そのお姉さん。そのお姉さんが他の人を捕まえてるんですよ。で、もうそこにもうバーって言ってるから、僕が、そのお姉さんにこう、戻すことができなくて、そこで、3分くらい。で、戻っていったから、すいませんって言われて、ぜひ、色が楽しんでくださいねって言われて、チケット買っていったら、冒頭1分くらい見れなかった。最悪。もう本当に、やめましょう。こういう勧誘はさ。そう、聞いたことないシステムだね。そう。なんか、最初にヘッドセット繋ぐときに、お疲れ様です。埼玉新都心です。男性1名、ヒロアカ見ます。みたいなのをおじさんに言ってから、ヘッドセット渡されて。うわぁ、なんかやだぁ。そんなんなら金払った方がいいと思う。ね。普通に。本当に思った。でももう後の祭りだったから。本当に無料で見れたの？まあ、それは無料で見れた。へぇー。から、まあ。ヒロアカは良かった。ヒロアカは良かったね。なんか作画が良かった。あ、本当。そう。だけど、ちょっとそれで、
悶々としてたので、ここでお伝えしました。最悪。骨氷さんは、なんか怒ってますか？音ゲーの話なんですけど。出たね、久々に。久々にね。なんだかんだ行ってるわけですよ、ゲームセンターにね。はいはい、行ってますね。休みの日の前とか。うん。で、ポラリスコードっていうね、音ゲーが最近あってですね。はい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 、はい。まあ、しここくんには、ちょっとね、リンク送ったんですけどね。はい。イベントがね、やるんですよ。曲を解禁するイベント。うんうん、もうこれはどの音ゲーでも同じでさ。はいはい。まあ、お金はかかるよ。解禁するのにね。そりゃそうだ。ポイントを貯めて、で、貯めたポイントと、楽曲を交換する。まあ、U-NEXT の映画みたいなことですよね。はいはい。ポイント交換っていうところがね。ポイント交換で手に入るんですけども。はい。一回プレイするごとに貯まるポイントが、1プレイね、130円かな。うん。はい。130円で13ポイント。だから、10で割ったポイントもらえるわけ。はいはいはい、かけた金額の。で、楽曲が一番高くて250ポイントかな。ちょっと、んじゃん。高っ。素人からしたらね。で、うん、これがね、まあ、なんか、ミソなのが、ちょっと、ここに送った画像で言っちゃうと申し訳ないけど、ローカルバッチングモード、25ポイントなんですよ。ああ、はい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 。これはどういうモードですか？ 25 ポイントだと、10クレイで終わるんですけども、うん、だから、もう一人友達用意せよって話なんですよ。ローカルっていうと、だからその、同じゲーセンで、店内で。マリカを隣でやるみたいなことですね。ああ、そう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 。はい、やると25ポイント。一人でやると13ポイント。ああ、結構違うね。あのさ、なんで友達いねえやつにこんな冷たいの？意味わかんなくない？仏って一人でやるもんじゃん、まずそもそも。え、でも、はい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 。これ、その、オンラインでマッチングもしたくねえよ。潰された。オンラインでもマッチングして何が正しいの？自分のペースで音消したいでしょ、そもそも。まあまあまあ、そうだけど。こう、だってさ、マッチングして、ポイントが多くもらえる以外の得点がないわけよ。うん、なるほどね。楽曲の解禁も結構だるいんですよね。難しい譜面の。うんうんうん。でも私このゲームやりすぎて、全部譜面解禁してるんですよ。もうすでに、ね。なんでその、強い人にあやかるとかもないのよ。もう。オンラインマッチングで。なるほどね。そうだから、こっちは一人で黙々と、しかも友達がいたらやるよ。それは一緒に、うん、25ポイント貯まるからって、その、一人でやってる人に冷たすぎないと思って。なんか、もっとさ、ね、こう、成績に応じたプラスのポイントがあればいいよ。うんうん。なんか、何パー以上で、プラス何ポイント。そんなんもないからさ。いや、これはいわば多分、あんまりお金かけれない人向け？まあ、学生なりさ、初心者始めたての人、うんうん、そんなお金かけないじゃん。うんうんうん、こんなのはわかるけどさ、じゃあ、その、うまくて早く解禁したい人もどうにかなるようにせえよって思っちゃうよね、こんな見せられたら。まあなんかあんまりオンラインでやるイメージって僕もないですよね、音ゲーって。そういうもんじゃないのか？そう。うん。ね、なにこれ？ムカついて。こないだ、1500円かけてやっと1曲解禁した時なんか虚しくなっちゃったもんね。1500円で1曲か。これあと、3回やばいね。どうなんコナミ。いや、この音ゲーでも、そのさ、ちょっと問題がさ、問題でありメリットなのがさ、はい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 、コスパがエグすぎるのよ、このゲーム。130円で5曲できちゃうのね。え、そんなに？で、VTuber 楽曲が多いんですよ。へー。ま、それも、なんか、音ゲーって2分から2分半なんですけど、今。だいたいね、うん。1曲ね。その、VTuber の曲なぜかフルで収録しやがんの。あ、じゃあ4分とかあったりする。そう、3分半から4分とかが5曲よ、最大ね。もうなんか。すごい、ね。20分はかかんの、1クレ。で、13ポイント？そう。おかしいだろ！ちょっとま、正当な怒りな気がしてきた。これは、でしょ？うん、わかんないけど、そう。うまい人への救済が欲しいかも。じゃあ、これは好みが悪いってこと？そう、33ポイントももういらないけど、別に。そうそう。なるほどね。はい。ぜひ、改善お願いします。そういう感じです。ということで、本編に行きましょう。よろしくお願いします。ヤシココ。ほやごわりの。ラジオ、自己満足。本日の収録日は10月1日となりまして、ああ、もう言うんだまあ言った方がいい、ね、本日めでたく、労働の世界に戻らせていただいておりますめでたくめでたいのかな、
ということで、おかえりなさい、はい、こちら側へということで、もう本当に今日しか行ってないし、全然なんなら今日も別に業務研修は全然してないんですけど、まあ、せっかく初日が収録日になってるので、その話しようかなみたいな感じですけどね。おさらいですけど、はい、何をすることになったんですか？私はエンジニアをすることになって、そのインフラエンジニアっていうなんかやつになって、素晴らしいね。でそれがなんか骨彫りさんともうぴったり重なるっていう。嫁っちともね。そうです。もう一蓮托生。めでたい。で、はい、今日ね、収録日ということです。でまあ話す内容は。基本的にはぼかして話したいと思ってますけど、もちろん、はい、ただなんかちょっと編集中の骨氷さんがやばいと思ったら適宜消してくださいっていう。なんかするわけないでしょ。消せ、お願いお願いお願いということで、なんかその、はい、まず大前提として、まあ、研修が数ヶ月あるんですよ。あ、そんなんだっけ。そう、研修が数ヶ月、1ヶ月だと思った。なんか勝手にここは切ってくださいね、ここは切ってほしいけど、わお、そう、あ、そんなん書いてあったわ。そう、数ヶ月研修があるんですね。はいはいはい、はい、で、まあその研修も今日はなく、まあその写真、写真、まあそう、写真も撮ったんだけど、まあ、オリエンテーションみたいな感じでした。大学の1回目の講義と同じやね。そうで、はいはい、今回僕はさっきインフラのエンジニアって言ったんですけど、まあその何て言ったらいいの、いわゆる SES っていうような、その派遣されるみたいな、人材派遣をされる側のっていう形になるので、私もそうです、はい、でその領域は別に IT ってそのインフラだけじゃないから、それ以外の人もいるんですよ。同じ研修に、まあ、正確に言うと研修自体はこの後分かれていくんですけど、まあ、最初のオリエンテーションなんで、まあ、まあ、まとめてみたいな感じだったんですけど、うん、もうね結構面白いなって思いました。何がよ、ご飯がパソコンまあ何かいろいろちょっとしたそのエピソードみたいな話をすると、うん、まずその僕は2社目なわけですよ。でどうしてもやっぱ1社目と2社目って比較しちゃうんですけど、うん、1社目の前の会社って会社はちっちゃかったんですよ、うん、まあ100名も全然いない。あ、はいはい、で一方で、まあ、今回入った会社って、まあ、でかいんですよ、比較的。デカ SES ね。そう、デカ SES みたいなイメージ。全然なんか1000人以上いますみたいな感じなので、その一番感動したのは、その、なんて言ったらいいんでしょう。今日のオリエンテーションでやった内容とか、あとはもう、制度みたいなものが違いすぎて、結構そこに感動したっていうのが大きいんですよ。はあ。で、なんかあるか？例えば、前の会社で僕、散々言ってたと思うんですよ。有給が取れないって。ああ、じゃあそっちから行こうかな。そう、有給が取れないって言ってたんですよ。有給が取れないって言ってて、でも、今の会社は、どうしても期限もあるんですよ。すぐ明日取りますはできない感じ。まあまあ、病欠以外で、ね。そう。なんだけど、僕が感動したのは、なんか前の会社、時間給取れなかったんですよ。おー。でも、今回、時間給が取れるっていうのにすごい感動して。素晴らしいですね。ね、そういうとこ。まあ、1時間ごとで使えるんだっていう、この感動がまず1個。はいはい、でもう一個が、あの入社日に有給付与。あ、いいね、いつかとかそういう感じ。そう。おお。でもこれも素晴らしい。半年後に半分とかね。そうだね、うん、であとはそう、本当は最初にこれ言いたかったんですけど、前の会社で研修でもうすごいいろんなそのビジネスマナーを学ばせていただいたっていう話、ラジオにも載せてると思うんですよ。素晴らしいですね。そう、素晴らしい、全く素晴らしいんですけど、まあ、今回のは、まあ、基本的にみんな中途だから、まあそういうのはない、ちょっとだけあるらしいけどほぼないのはいいんですけど、うん、今日の研修でやったことがもうめちゃくちゃコンプラのこととかやったんですよ。そういう今このインターネット社会においてやっちゃいけないことみたいな枠が長すぎて陰部の露出それはいつだってダメかなりダメだけど、うん、なんかそれってその USB メモリに入れちゃダメよとか、あ、まあまあまあ、そんな深掘りはしなかったんですけど、はあ、まあでもかなり取られてる時間長くて、前の会社こういうのやんなかったなと思って、やれよっていう、あのマナーマナーってことね。そうそうそう、っていうのも、まあ、実際感じましたね。だし、なんだろう、こう他にもね いるわけですよ、同じタイミングで入った人が、メンツがね、そう、が
みんな中途だから、その、ああ、そうかそうか。はい、なんだろう。前歴前科あっちゃう、経歴、はいはいはい、前世ね。で、そう、はいはいはい。があるのも、なんか面白かったなって。まあ僕は前新卒だったから。ああ、まあ、そうか。そう。前何やってたんですかだもんね、基本的に。そうそう。で、まあ、話せなかったんですよ。僕今日、骨氷さんに昼休みだけ連絡してたんですけど。はい。もう、話せないなぁ、みたいな感じで。なんか他は話してる人いたんでしょ？そう。あの、一つの長机に二人座ってて、っていう感じだったんですよ。で、昼とかは自由だったんですけど、僕の横にその長テーブルとかは、なんか4人とかで、結構ワイワイ喋ってて、僕はずーっと、アークナイツ。オタクくんが月始まったからコンテンツの更新あったからって感じで、だからじゃない、でもう終わりだねみたいなことを骨氷さんから連絡があったんですけど、その後お隣の席の人とあの仲良くなりました。バチバチにも。そう、さすがにそうだよな。でも楽しい、一緒に帰った駅まであと帰りの電車も同じで、あらあら、そう、お家まで同じで、家までおやん違うわでもこれまで会った人で、うん、人生だった人で一番コテコテの関西弁でも感動してて、あら、なんか感動するよね、うん、本物味わうと。生まれからこれまでずっと関西で、で転職でその同じ会社の総合に入るために1週間前に東京に出てきたっていう。あら、すごい。なんかもう最初なんかあれイントネーションがって言って、あ、関西の人ですかみたいなったら、わかるって言われていや、それやん、もうでそれですやんってなって、めちゃくちゃ面白くて、なんかなんだろう、すごいね、軽い感じ。そう。なんかすごい僕が思い描く大阪の人みたいなままでいてくれて。え、ごめん、全然さ、もう、今関西弁の人ってしかイメージないんだけど、はい、どれぐらいの年齢の人なの？ああ。パッと見。あ、でも年齢はもうほぼ同い年。ああ、若い。うん。へえ。すごいね、それでさ、うん、SAS 行きますって引っ越して。ね。ね。しかも、全然僕と一緒で未経験で、その前職とかも伺ったけど、もう全然関係なかった。うわー、マジで、かけてるやん。うん、そう。すごい。でも僕はその人としかお話できなかったんだけど、うん、もう僕はずっと聞き耳を立ててて、耳的確して。やだわー。ちょっと、遠くにいる人が、元巫女だったりした。巫女？うん。神社の巫女。巫女さん。ああ、巫女さん、うん、とか。いるってこと？神社で、うん、システムが。いや、もう、それはもう、区切りつけてるだろうけど。捨てきてんのかな、そかそか。とか、あって、ああ、すごい面白いなって思ったんで、で、今日は本当に研修だけなので、なるほどね、もう、明日からまた、ちょっとその全体の座学みたいな、本当に基本中のやってから、まあ、その、今後の業務に関してので、細分化されるっていう、感じみたいですね。多分さ、その新卒と違ってさ、うん、マナーとかはある前提なんだよね、みんな中途なら。まあでも、まあそうですね、ポークはありましたけど、でもだからあんま営業じゃないしな。これまでのラジオでも言ったかもしれないですけど、とにかくその研修がハードだと、なんか脅されてるらしいよ、うん、なんか今日全然、これまでってやっぱりなんだろう、採用担当の人とかとやり取りを基本的にしてて、で、その人たちから言われてて、じゃ今日いざオリエンテーションってなったら、もういろんな部署の人とかが、その一つ一つ担当の説明をしてくれるんですけど、全員同じこと言うの。全員研修がきついみたいな。でも、やっぱ脅しだと思うよ。だって、そのさ、正直、はい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 、ただ、勉強してってくださいね、だったらしないじゃん。うん。実際ね、正直。してなかった、みんな。でしょ？だから、もうマジで言わないとしないんだって。でも、なんかその、この研修とかで、その研修を受けて、もう、実際ね、社員やられてる人とかもいる、もちろんいるわけですけど、なんかその人とかの勉強例とかだと、休日4時間勉強してた。バカすぎ。平日は、休ませろよ。2時間半みたいな。業務以外。っていうのやってて。そんないらないよ、勉強、正直。でもなんかその僕は、勝手にその周りの状況と、あとなんかそういうのを見て、なんかちょっとだけモチベーションが出たというか。あ、周り思ったよりしてないなっていう、ね。周り思ったよ、思ったほどしてないし、あとはなんか、あ、頑張ってる人は実際本当に頑張ってんだなっていうのも、なんか分かったし、そう。そういう意味で浮かないってことね。そうそうそう。まあ、やったとしてもね。だから、何？僕、
わかんないんですけど、全然急に何もわかんない気持ちだ。いや、そのなんか例えば全然未経験の人がなんか3ヶ月でその AWS の試験の、うん、なんだっけ、クラウドプラクティショナーアソシエイト、アソシエイトって一番簡単なやつ、下から2番目、あ、下から2番目か、をなんか取ったみたいな、一番下がクラウドプラクティショナー、はい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 、とかっていうのとかの、なんかその勉強。システムアーキテクチャーアソシエイトかな、下から2番目。はいはいはい、はい。と、デベロッパーと。勉強方法をこう、みたいな。まとめたりとか。ああ。っていうのとかあったりとか。最近ね、ヨメッチが1番目の取ったんで。おめでたいですよ、本当に。はい。私が、プロフェッショナル2個あるんだけど、もう1個の方取ったんで、前。うん。何でも聞いてくれれば、うちの夫妻に。だから、すごい、なんか周りの人たちのすごいなんか天狗みたいになっちゃって申し訳ないですけど、僕も全然勉強してないんですよ。なんなら始まる直前とか本当だらけてて、本当だよな、急に勉強しなくて、急に勉強がね、まあいろいろしてなくて、で大丈夫かなみたいな思ったんですけど、その周りから聞こえてくる単語とかからすると、あーやっぱりその骨氷さんの存在でかかったなっていう、そのやっぱりその解説がないからみんな、そう、そうよ、例えばそのネットだけ見てもわけわかんないもんね、そうそう、 Linux とかのコマンドが多すぎるみたいな、いやまあ実際そうだけど、米倉涼子も出てきた、最近米倉涼子好きだね、すぐちょ最近呪いがかかってるんですよね、もう言えないけど、これはだからっていう感じなんですけど、僕とかちょっとこう解説とか聞いてるから、あーとか思って、あんまりね疑問に思わないことも大事だよって言うよね、あなたずっと、だから、うん、そうそうそう、まあ、一方でね、なんか結構もう、なんかすごいやってるんだろうな、みたいなのもちらほらいましたけど。いや、そりゃ、やっぱ脅されたら脅されただけね、やる人もいるからね。うん、だからちょっとそれやって、頑張りたいなっていう、所存です。正直、勉強でお金がもらえるんならよ。はい。楽しめると思うよ、なんか。まあ、そうだよね。生産性のないことでお金がもらえてるってね。うんうん、うん。なんだら研修受けたいしね、私も。なんか研修も、でもすごい、なんかテキストとかバカみたいな量があって。あら。ビビってる。みんな顔引きつってた。なんかさ、何のテキスト、資格向けなのか、それともなんか、初めての Linux 的な感じなの。研修のカリキュラムが全て決まってて、そこでやる内容、全部。冊子？プリント？何？冊子も配られた。すっごいガチだな。ここはちょっとカットかピーしてほしいんですけど。うん。桁違うんだけど。マジで、やばい。ちょっと写真ください。写真ください、ちょっと。ちょっとそれは本当に私が、愛子。私が愛子？愛子。ああ、そっか。すごいです。コンプラ意識が。もう高まってます。当たり前ですけど。高まっております。そっか。失礼しました。確かに。ということで。ちょっとまあ。はい。服装はどうだったの、なんか結局。服装僕、普通になんか、適当なセットアップに白い襟付きのシャツで行って、で、今日は写真撮影があるって聞いてたんで、ああ。そう。まあ、っていうのも言ったんですけど、もう全然、多分、骨氷さんが考えてるエンジニアの服なら問題ないと思う。ジーパンで T シャツでもいいってこと？いいんじゃない？まあその、なんだ？現場にアサインされた時に問題ないっていう風な服でって言われてて。ああ、そうなんだ。なんか僕、名古屋にいる時ね、うん、その、僕の自席の後ろの人がすっごい四五的のおじいちゃんだったんだけど、はい、それこそジーパンに T シャツで着ててさ、はいはい、屁こきながら椅子座ったんだよね。まあ、3連発。プップップーって言って。そういうのでもいいってこと？だから。いいんじゃない？仕事できれば。それで黙らせられる場合ってことね。そう。だからちょっと、まあ、本当に今日初日なんで、これからが始まりなんでね。で、やっぱり最初1ヶ月がかなりしんどいみたいな。もう。いや、01がきついよね、結局。そう。で、もう、もう、ボリュームがやばいから、もう今喉詰まっちゃった。なんかカスタネットなんて今なっちゃったけど、ボリュームがすごいから、理解が追いつかなくたって先に進むんですよ。いやーまあ、そうね、人数も多いから、いちいち止めてらんないみたいなのね。だから、あるんだろうね。もう、だからそれ以外の時間も勉強してくださいって。ああ、家とか。そう。だから僕、今はモチベが高いから、意思だけ持ってるんですけど、1時間残ろうかなって思ってます。は？会社に。残業代は？出ないかな。ええー。でも家帰ったら僕勉強しないんですもん。
分かんなかったらでよくない？家帰ったらじゃあそれはもうあの図書館で勉強するみたいなもん。分かんなかったら残ればいいじゃん。きっと分かんなくなるすぐ。いや、やったとこまでしか出ないと思うけどな。あんた家で最初の方なんか特に、まあ、とりあえずまたね、研修もある程度あるからまたちょっとどっかのタイミングで皆さんにはご報告します。え、アウトプットもあるってこと？あの、あ、そう、それはあのアウトプットの部屋を骨氷さんに作ってもらって毎日アウトプットしようかな。今日やったこと、わあ、今のモチベならできる気がする。今日からさ、家計簿もちょっと、あ、そうそうそう、お願いしますよ本当に。はい、あの今スクショしました。はい。え、アウトプットするものがあるってこと？いや今日はないよ。今日はないけど、結構やばそうなんでちょっと、まあとりあえず頑張るんでみんなも見ててくれや。ゴー。みんなに言いたい、今流行ってるあの名作を追いかけなさいと。蛍の墓かな、海猫の鳴く頃に。わあ、これいつのゲームだよ。もう今この仕事に復帰する直前からですね、もう2年くらい積んでたんですね、スイッチで買ったやつ、その総集版みたいなやつ。スイッチで出てることも知らなかったです、ね、そうで、これをですね、まあ、ちょっとなんかもう、いや、このままじゃやらないと思ってやったらもうバリクソ面白くて。そう、ちなみに発売日は2007年ですね、最初は。うわ、17年前。そうです。うわ、これすごいんですよね。でジャンル、ま、サウンドノベルか、これはサウンドノベルです。でもう往年なので、もう選択肢とかもなく、基本的に、まあ、僕あの全部やってないんで、日暮らしからやってるってわけじゃない。あ、いや、その海猫の中にチャプターみたいなのがあるんですよ。で、まあ、それを海猫を全部やってないとね。そうそう、今後の後選択肢あるのかもしれないけど、なくてひたすらずっともう見ていくだけなんですけど、これが面白いです。面白いんだけど、この時間に語れることはないし、僕も全部やってるわけじゃないから、なんかそこで語るのもおこがましいしで、ね、なんかね、ウィキペディアにもすぐネタバレできるような明確な答えの出し方はしない。そうなんですよ、難しいの。めちゃくちゃ難しくて、もうなんだろう、基本的には無人島で起こるサスペンスの謎解きをしましょうみたいなのが一番根底にあるんですけど、はいはい、世界のレイヤーが幾層にも重なってるんですよ。なんなんだよそれ。それがやばいです。最近あなたエンディングトークずっと何言ってんだよ。なんでこれは海猫を浮いてるだの曲がってるだの見たりやってる人は分かってくれるはずなんですよ。そう、最初の、本当に最初のショーだけ普通に楽しむんですけど、もう何言ってるかわけわかんないんですよ。え、アークナイツじゃん。もう全然何言ってるかわかんなかったら、急に上位存在みたいなのが出てくるんですよ。神的なってことね。あ、そう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 、まあ、こうネタバレとかもあんまないと思うんで、このくらい前だと、まあ、軽く言いますけど、だからそしたら、そのそれは全部その上位存在がなんか仕組んでるみたいな。あ、だからそのサスペンス的なね。そうそうそう、でそのキャラクターの一人が上位の世界に引っ張り上げられてきて、上位で戦いながらその物語がどんどん入れ替わっていくんで、様変わりしていくっていうような展開なんですけど、もう何も信じれない、どんでんどんでんで。あー、それが結構面白くて、うん、やっぱりその、 あの龍騎士07監督というか、まあ、作ってる人です ね、 本書いてね、はい、うん、この人のやっぱり言葉回しとかがね、やっぱりうまいなっていう感じで、その一個もさ、はい、日暮らしも触れてないからさ、はい、分かんないんだね。イメージがつかないんだよね、マジで。ずっといろんなことが起こるんで、あの、うん、やってない方はちょっと一旦最初の方だけやって、お願いお願いお願い